バンベルガは小惑星体の中で16番目に大きい天体である。1892年2月25日にヨハンパリサによってウィーンで発見され2 0 0トルを超える小惑星として最後の発見になった。地球近傍小惑星のエロスを除いて双眼鏡で見える小惑星としても最後に発見されたものとなった。ドイツの都市。 バンベルクから名付けられた。立心率が高いことから、死等級が大きく変わる。大接近時はプラス8.0等級に達し、その明るさは、土星の衛星タイタンにも匹敵する。このような位置で見られるのは22年ごとで、前回は2013年、次回は2035年である。近日点距離に来た時のバンベルガは、C 型小惑星の中では、最も明るく、 二番目に明るいヒギアのプラス9.1よりも、およそ1等級明るい。大接近時のバンベルガは、プラス9.5等級よりも、明るい小惑星の中では最も地球に近い位置に、あり、その距離は0.78天文単位である。例えばイリスは、ラガンで見える距離になっても0.85天文単位までしか近寄らず、ベスタにしても1.13天文単位までである。 バンベルガは小惑星体の中で10番が目に明るい天体であり、バンベルガより明るい天体の明るさの順番は、ベスタ、パラス、ケレス、イリス、ヘベ、ジュノー、メルポメネ、エウノミア、フローラとなっている。ただし冥王星の1.36倍と、離心率が非常に大きいため、大接近時以外は、他の小惑星の方が明るく見えることもある。また、 大きな小惑星としては、自転周期が非常に長く、C 型小惑星と P 型小惑星の中間の特徴を持つとされる。1987年12月7日から8日に、中国から日本、アメリカにかけて遠平が観測され、直径が 228km と測定された。その後、2007年4月20日にはオーストラリアで遠平が観測された。 これらの結果や速攻観測などから、バンベルガの時点軸の方向は、合計ラムダイコール332プラスマイナス48度、気抜きマイナス64プラスマイナス22度の逆光であることが判明した。ありがとうございます。